海風型駆逐艦は、日本海軍の一等駆逐艦。イギリス海軍のトライバル級駆逐艦を参考にして、建造された初の戦闘級駆逐艦。蒸気タービンを搭載した初の日本海軍駆逐艦であり、33ノットの高速を発揮したが2隻が、建造されたに止まった。日露戦争開戦直後の1904年3月に、臨時軍慈悲特別会計法が交付され、 同年4月7日に、戦隊、機関の消耗の激しい駆逐艦の製造費800万円が直載されたが、この予算で駆逐艦は建造されなかった。この臨時軍事費は1907年3月31日までで残額は一般会計へ移って官邸補足費が設定され、この予算により山風が建造された。 一方日露戦争終結後の1906年9月28日に海軍大臣より今後の軍備計画として海軍整備の儀が提出されその中に排水量約900トンの大型駆逐艦6隻の計画が含まれていたこの予算として明治40年度から明治47年度支出の補充鑑定費が新たに設定され開封はこの予算で建造された気候は 海風が1909年、山風がその翌年となった。1910年5月13日に新たな軍備計画として海軍軍備充実の儀が提出され、明治44年度以降は、これまでの予算を含めて、軍備補充費、軍艦製造費にまとめられ、計画が整理された。二隻はそのまま建造が続行され、同年9月に海風が翌10月に、 山風がそれぞれ巡航した。なお、製造番号は、海風が以後大駆逐艦、山風が後後大駆逐艦とされていた。基本計画番号 FQ。海風型は、当時の日本海軍駆逐艦が、排水量380トン前後だったところを一挙に、排水量1000トン超の駆逐艦として誕生した。実験的な試みの多くある艦で、艦は、 以号艦本官本式艦8機を搭載した。最前部と最後部が重油戦勝艦で1機を一室に収め、中央の2番から7番は根性艦2機ずつを1組として1室に収め、滝口を向かい合わせに設置した。当初は8機すべて重油戦勝とする計画だったが、日本での産出量が少ないことや、将来の価格高騰を懸念して、6機を重油石炭、根性艦に改めた。 また、日本海軍駆逐艦で初めて手記にタービンを搭載した。タービンは三菱を通じて A パーソンズ社から輸入し、中央軸が高圧タービン、左右軸がより大型の低圧タービンを直結式とした三軸艦だった。また高圧巡航タービンと中圧巡航タービンを各一機装備し、高圧巡航タービンは左限軸に、中圧のそれは右限軸に直結された。 なお将来を見越して2隻の製造予算の予備費を回してパーソンズ式タービンの製造券を購入している。出力は計画では2万500馬力の予定のところを山風は2万8921馬力となり速力34.61ノットを出している。並走は4.7インチ砲2門3インチ砲5門を搭載した。当初は4インチ砲搭載の計画だったが、 途中で十二センチメートル砲搭載に改められ、十二センチメートル砲は、その後、長く、日本海軍駆逐艦の標準砲になった。また海風は、春行前、後部マストの後方にメートル砲が、前方に八センチメートル砲が搭載されていた。春行前の、開封での試験では高速運転時の船体の振動が激しく、十二センチメートル砲の標準が、 不可能だった。そのため、後部 12cm 砲は5番 8cm 砲の91の1フレーム後方に、5番 8cm 砲は 12cm 砲の91へ移動された。時期については、山風は砲発射管などを搭載せずに竣航し、佐世保海軍交渉で搭載する予定だったので、その佐世保で竣航直後に、開封は、 竣工から約一年後に駅務に差し支えない時期に、と、訓練が出ている。ただし、後部マスト後方に12センチメートル砲を搭載する、写真は見つかっていない。また、日本で初めて連装魚雷発射艦を搭載した。連装発射艦の開発が間に合わず竣工時には、単装を搭載し、竣工直後に連装に交換された、と言われている。後の艦型変化として、 一番煙突の高さを増し、また全部マストに新たに見張り所を設けている。また1919 19年頃、5番8センチメートル砲を撤去して、完備旗座を傾斜した形状に改め、1号、機雷布設機場や、投下施設等を設置した。日露戦争後に、国民の誰もが知る日本海軍の代表官として、海風、山風があったという。 1> 第1次世界大戦では、第1、南図解主体所属で南洋軍島方面攻略に参加したほか、1916年に中国方面への警備活動に従事している。またシベリア出兵では、宴会終援岸警備に従事した。1930年に総海艇へ転籍し、魚雷発射艦のすべて観光部に搭載の12センチメートル砲一門。 8cm 方一門を撤去し五艦パンを総海作業艦パンとした。2隻とも1936年に除籍された。海風型は除籍までのほとんどの期間を駆逐隊、総海隊で過ごしている。ただし、同系艦2隻であるため、4隻が定員の1個駆逐隊を編成するために、頻繁に多形式の駆逐艦と混成されている。横須賀守附席の海風。 山風で編成。大正7年4月1日より、横鎮の駆逐隊は、第1代10の番号に揃えられたため、神風型駆逐艦からなる仙台の第二駆逐隊が、第5駆逐隊にスライドし、2代目の第二駆逐隊となる。大正7年4月30日をもって、海風型は駆逐隊から離脱したが、わずか3ヶ月で、第二駆逐隊へ復帰。 公認の奈良型駆逐艦なら、エノキと合流してに東急二種の根性駆逐隊となる。大正7年11月に、舞イズルチンジュフへ転出し、第32駆逐隊となった。大正11年12月1日に、クレチンジュフへ転出し、桜型駆逐艦、カバ型駆逐艦からなる仙台の第17駆逐隊が大正7年4月1日に、第21駆逐隊にスライドして、以来、 2代目の第17駆逐隊となる。昭和5年6月1日に駆逐艦より総会艇に転じたため、4隻とも揃って第6総会隊に転じた。所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。